トミさん、こんにちは。2024担当スーパー速習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回から全9回にわたりまして行政法規の講義を行ってまいります。で、この速習講座なんですけども、ね、今申し上げた通り、行政法規は全9回になります。で、それに対して、担当合格コースに含まれている合格基礎講座の行政法規の方は全14回ということで、ね、そちらの合格基礎講座に比べますと、回数がね、こちらの速習講座ね、少なくなってますけど、その分ですね、その分、非常にね、内容ですね、こう凝縮してあります。ね、で、各法律の重要な、ね、もう最重要って言ってもいい。そういう知識はしっかりと皆さんにお伝えしてまいりますので、ぜひこの速習講座ですね、最後まで信頼してね、また存分に活用してくださいね。実を言うとね、このね、速習の方がね、ちょっとうちのスタッフの話ではかなり合格率がいいらしいんですよね。やっぱりね、時間がね、いっぱいある受講生さんよりもね、ちょっと時間ないんだ、でも頑張んなきゃ、そういう方の方がやっぱ集中力が違うのかもしれませんけどね、ぜひね、この速習ですね、しっかりとね、活用して受かっていってください。2024年令和6年ですね、よろしいですね。で、本当にね、凝縮して、大事なね、各法律の知識凝縮して皆さんにお伝えしますんでね。ただその一方でやっぱりね、どうしても回数がね、少ないってことでスピードは速くなります。これはしょうがないね。ですからちょっと聞き逃したなと思ったら、面倒ね、がらずにね、DVD プレイヤーなり、あるいはパソコンね、ちょっと戻してね、もう一回聞き直すようにしてください。で、どんどんテキストですね、この後ね、ご覧いただきますけど、合格基礎テキストの方にどんどん書き込んでいってください。要はですね、私テキストに載ってる、ね、内容はもとより、載ってないこともどんどん大事なことはね、全部皆さんに余すところなくお伝えしますんで、必ず形に残していってください。よろしいですね。じゃあですね、まず最初に使用する教材ね、ちょっとここで確認しますよ。まずこちらね、これがベースです。合格基礎テキスト行政法規、よろしいですね。このテキストに沿ってこのね、速習講座の講義ね、行ってまいりますので、必ずね、当たり前ですけどご用意ください。で、あと2点目ですね、こちらね、足別ですね、行政法規の上巻で、さらには足別ね、同じく行政法規の下巻ですけど、この足別のね、このまあいわゆる過去問集ですね、過去問集ね、これにつきましては基本的には皆さんにご自分で取り組んでいただく、いわゆる読習用ですね、読習用の教材というのが基本的な位置づけです。ですからこのね、速習講座ね、全9回行政法規聞き終わったら、皆さんにご自分でこの足別の上巻と下巻ですね、これ取り組んでいただく、ね、そういう位置づけの教材ではあるんだけども、一応ですね、この速習講座の中でも必要に応じてちょっとね、参照する場合があります。ですからちょっとご面倒でもね、この足別もね、上巻あるいは下巻ね、講義の進度に合わせてね、どちらか必ずね、ご用意ください。場合によってはちょっとね、めくって確認するね、皆さんにご説明する場合もありますんで、いいですね。で、あと最後ですね、こちら改正対応冊子です。改正対応冊子ね、こちらね、これが4冊目ですね。これが最後の教材になります。当然これね、今回も改正がありましたんでね、こちら改正対応冊子を使ってですね、この合格基礎テキストに載ってないね、最新のほやほやの改正点については講義を行ってまいります。この改正対応冊子を使いますんで、でね、それぞれの法律のね、改正されたね、それぞれの法律の中身についてはそれぞれの箇所で詳しくお話をいたしますけども、ちょっと一点ここでね、ちょっと注意点申し上げておきますと、実は今年度ですね、今年度宅地造成等規制法という法律ですね、これあったんですよ。宅地造成等規制法っていう法律があったんですけど、これが大改正されまして、法律名も変わっちゃったんですよ。中身はもとより法律名まで変わって、宅地造成及び特定盛土等規制法っていう名前まで変わっちゃったんですよ、ね、でこれ一応通称ではね、盛土規制法っていうふうに呼ぶそうです。国交省の説明では盛土規制法っていう、そうなんで、一応私もね、今後盛土規制法っていうふうにね、呼んでまいりますけども、この盛土規制法に関しましては、もうすでにこちら、この合格基礎テキスト中にも改正反映がね、されてますんでね、ですからこちら使っていただければ OK です。盛土規制法につきましては、もうすでにこの合格基礎テキスト中にね、
改正された部分、内容ですね、もうほとんどねって言ってくらいなんですけども、ね、大改正でしたんで、もう内容につきましてはこちらに反映してありますので、こちらでねやりますんで、従いましてね、盛土規制法につきましては改正対応冊子の方には載せてません、載せてません。ですから何が言いたいかというと、探さないでくださいね。あれ確か盛土規制法って法律大改正で、あれだけど改正対応冊子載ってないな、ね、探さないでください。もうすでに合格基礎テキストの方に改正反映済み、そういうことよりですね。従いましてこの盛土規制法以外です、ね、建築基準法とかちょこちょこね改正はあったんですよ、他にも、ね、それにつきましてはこちら、ね、この改正対応冊子で、ね、またそれぞれの法律の時にねご説明いたしますんで、ね、盛土規制法以外はこちらの改正対応冊子で、ね、講義を行います。よしですね、以上4点、ね、ちょっとご面倒でもね必ずご用意ください。でちょっと戻りますけども、基本的にはねこちらのね合格基礎テキスト、さっきも申しましたけど、これに沿って講義を行っていきます。でもこの後ねもう早速中身入ってきますけど、例えばどこでもいいんですけど、ちょっと開けますとねこんな感じでね、皆さんにぜひ本試験までにね覚えていただきたい知識、全部こうやって私の方でねピンクのマーカーでお示しをしてます。でこの講義のスタイルなんですけどね、以上私がね今のテキストですね、テキストのねこういうマークしているところですね、このピンクのマーカーでお示しした箇所ね、この中心に私がどん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 解説を加えていきます。で皆さんの方におかれましては、私必ずねこれマークしてくださいね、ねご覧のこのピンクのマーカーでね印をつけた箇所マークしてくださいねと申し上げますんで、まず最初にね私が解説する前に皆さんにね必ずこうやってご覧いただきますんで、こんな感じでねご覧いただきます。まず先に解説講義の前に先にね一回プチッとDVD プレイヤーなりパソコン止めて印つけちゃってください。私必ずマークしてくださいって申し上げますからね、そういう意味ですね。でもちろんこの同じねピンクのマーカーで印つける必要はないですよね。もちろん他の色のマーカーの方がいいんだって方はね別に青でもね、黄色はちょっと反射しちゃいますよね、黄色はちょっと辛いかなと思いますけどね、他の色でも構いませんし、あるいは鉛筆で印つけるだけの方も結構いらっしゃるんですよね、いらっしゃいますんで、その辺は皆さんにお任せいたします。ともかく最終的にはねこの印をつけとこ、この合格基礎テキスト中の印をつけとこはもう本当にね大事な知識です。絶対に覚えなくちゃいけない、ね、そういう知識になりますから、直前にねテキストパラパラと見てすぐにその知識が確認できるようにしておかなかったら結局勉強したことになりませんからね。その点はね皆さんぜひねご注意くださいね。もうとにかくピンクのマーカーであろうと他のマーカーであろうと、あるいは鉛筆であろうとね特に構いませんから、ご自分が直前にその各法律の重要な知識をすぐに確認できるように形に残すね、これをぜひやっていってくださいですね。でこんな形でとにかくねもう先にね皆さんにマークしてもらって、でどんどん私喋ってきますから、さっき言いましたように鉛筆でねこういう空欄とかにどん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 書き込みしてってください。もう走り書きでいいですよ、丁寧に書いてる時間ありませんから、いいですね。もう殴り書きでも場合によっては構いませんから、直前にこのページをめくってねその知識をねこれ確認できればそれで OK ですから、よろしいですね。でそんな形でこの合格、この合格基礎テキストを使ってこの速習講座の講義全9回やってきます。でね問題はこの足別ですね、足別こちらねよくねご質問いただくんですよ、この足別、この位置づけですね、位置づけですけども、さっきも言いましたけどこれは基本的に読習用のね皆さんにご自分で取り組んでいただくそういう教材なんですけど、さっき言いましたようにね場合によってはちょっと参照することもありますけども、まずはねこの合格基礎テキストを使った速習講座ね、これまず一通り全部早めに聞いちゃってくださいですね。何が言いたいかというとね、中にはねこの講義に合わせてこの足別に取り組む方も時々いらっしゃるんですよ。いらっしゃるの、講義聞きながら該当する範囲をねこうやって並行して足別の問題解いていくって方もいらっしゃるんだけど、これはね私は決してお勧めしません。 あんまりね効率よくないんですよ。やっぱりまず一通り聞いちゃってね、そうすると安心もしますから、あ各法律のね覚えなきゃいけない知識こういうもんでこういうもんでさらにこういうもんもあるんだな、それを一通り知った上であとは足別だけに専念した方がやっぱね勉強の効率もあと精神衛生上も絶対にいいんですよ。そちらの方が絶対グッドなんですよ、ね、ですからまずはねこの全9回行政法規ねこの速習講座一通り聞いちゃってください、ね、で終わったらもう止めませんから、あとはもう法試験当日までですよ。もうね可能な限り
足別、ね、上巻、さらには当然下巻もね、こちら取り組んでくださいですね。この方が絶対効率がいいと思いますね。また何より精神衛生上もいいですよね。講義聞きながらね、足別もやるとやっぱね、なかなか進みませんから。で、いや、なんだ、まだ都市計画法か、まだ建築基準法かとか、だんだんね、ストレスも溜まってきちゃいますから、まず一通り聞いちゃうですね。これはぜひお勧めしますんで。ね。でね、続いて今度、この足別の取り組み方ですね。足別の取り組み方についてもちょっとね、申し上げておきます。こちら。ね。でね、ちょっとページ、これ上巻ね、ちょっと上巻でね、ご説明いたしますが、61ページちょっと開けてみてください。61ページですね。こちらですね。で、これ、まだ都市計画法のとこなんですね。開発許可ってことで。で、まずね、これもう作りはね、鑑定理論と同じなんで、別にね、その辺はね、皆さん当然ご存知かと思うんですけど、これ右側ね、問題文の右側に、それぞれの問題のね、重要度を示す星が載ってますよね。で、これね、鑑定理論と同じで3段階ですね。3段階。星3つがね、一番重要。星2つが次。で、星1個が一番重要度が低いです。で、星1個は基本的に飛ばしていいです。飛ばしていい。ね。従いまして、星3つ。ね。と、あと星2つ。ね。これをまずしっかりやってください。星1個はちょっと細かいですね。細かい。ね。ですから、星3つと2つでいいですから。ね。これをやってください。これで OK です。よろしいですね。無理に星1個は手出さなくていいですよ。ね。やっぱ細かいんですよ。細かい。でね、これもちょっと申し上げておきますと、この特に星2つなんですけど、やっぱ数がね、かなりあります。あります。でね、これ皆さん、後でご自分でね、取り組まれるときにね、すぐお気づきになると思うんですけど、この星2つの問題なんですけどね、問題によってはね、限りなく星3つに近いような、そんな基本的な問題もあれば、逆に限りなく星1個に近いような、そういう細かい問題も、この星2つに載っていることが結構あるんですよ。で、これどういうことかっていうとね、今申し上げた通り、星1個だと皆さんやんなくていいですよって申し上げてます。したがって、星1個にね、入れてしまうと、ね、皆さんが全く、その問題見ないで本試験会場に行く。当然そういう可能性出てくるわけですね。ところが、ちょっと細かい。ちょっと細かいけど、1回は皆さんにね、どっかで見ておいてほしいなって問題もやっぱあるんですよ。ある。で、そういうのを無理くり、星2つの中に私入れてますから。そういうこと。ね。ですから、星2つやってて、これちょっと星1個に近い細かいんじゃないのっていうのもあるかと思いますけど、そういう趣旨ですので、ね。ちょっと、ね、細かいけど、頑張って皆さんにやっぱり1回見ていただきたい。そういうことで無理くり星2つにね、入れてるよってことで、ね。もし、問題お解きになって、それをお感じになったら、今の私のこの説明、ね、思い出してみてください。よしですね。ですから、とにかく星2つまでは頑張ってやってほしいんですよ。ですね。で、あと、もう一回戻りますよ。で、あとはね、この右の解説の方ですけどね、ね、もちろんこちらもね、鑑定理論と作り同じなんですけども、ですね、中にはね、ここ見てください、200番。ね、これテキストなしと。ね、これ当然このテキストってのは合格基礎テキストです。ね、皆さんにね、この講座内で使っていただく合格基礎テキストなんですけど、テキストに載ってない場合もあります。ですね。だけど、見てください。星が2つ。こういうのもあるんですよ。ある。テキストに載っけてないけど、だからさっき言ったように、限りなく星1個に近いんですよ。でも、どっかで見ておいてほしい。ね。そういう問題もありますんで。ね。ですから、テキストなしということもありますんで。ね。で、この時は、当然テキストをね、開いても載ってませんので、この右側の解説ページの、私が今指で指し示している、この解説を読んで、これ自体をね、覚えるようにしちゃってください。いいですね。こんな形です。よしですね。で、あともう一点。この1個上の足見てもらうと、今度は199番ですけど、こちらはね、テキスト P24、参照、参照って言葉がついてる。基本的にはね、この参照なんてつかないんですよ。ね。これ参照ってどういう意味かというと、一応ね、この足別のね、この一番最初ですね、本書のね、ここ、ね、活用法ってところに、一応私ね、ここにも説明載っけてるんですけど、これ参照っていうのはね、その該当する知識がね、テキストに載ってない。ただ、関連知識です。関連知識が合格基礎テキストに載っている場合は、P いくついくつ、参照、参照というふうに表記されますので、ね。この意味も一応ご理解ください。よしですね。ね。ストレートに載ってない。ただ、そのね、その問題で聞いている知識の関連知識がテキストに載っている場合は、この参照っていう形で表記してますんで。だから、探してもね、あれ先生載ってないんですけど、ってことを言ってこないでくださいね。時々いらっしゃるんで。ね。だからそういう意味ですよ。ね。そういうことなんで。まあ一応これぐらいです。
で、あとね、今ね、これご覧いただいたところですけども、あとそうですね、もう一回戻りますけど、特にね、この、こちらですね、バッテン、ね、この誤りですよ。誤りの、ね、足の問題結構あるでしょ。特に丸はいいんですよ。丸は4でね、あ、そうかそうかって形でね、問題文と照らし合わせて知識を確認すればいい。逆に、このバッテンの場合ね、これ必ず、どこが誤りなのか。これをしっかりと、まあ、私よくえぐり出すって言い方するんですね。えぐり出す。まあ、抽出する。ね。これ、ぜひ心がけてください。単に解説読んで、あ、ここが×なのね。はい、悪いじゃなくて。ね。どこが、ね、これ誤りなのか。ね。単に問題文読んで、誤りねじゃなくて。ね。どこが誤りなのか。その具体的箇所をえぐり出す。抽出する。だから、例えば198番、ちょっと左の問題文見ていただきたいんですけど、ね、またこれ後でやります。開発許可って非常に大事なね、都市計画法の分野なんですけど、開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ、開発行為または開発行為に関する工事により、設置される公共施設を管理することとなるものと協議し、その同意ですね。ね、同意を得なければならない。書いてある。だけど、これは誤りで、右のね、解説見てください。同意までいらないよってこと。協議で足りるよってこと。ね、ここまでしっかりと、ね、これでえぐり出してください。ね、解説によってはね、結構私あっさりね、のっけちゃってる場合もありますんで、こんなね、鍵括弧でくくってない場合もありますんで、ね、そういう場合もぜひご自分でね、解説読んで、あ、この箇所が誤りなんだな、具体的にご自分でね、誤ってる箇所をえぐり出す、抽出する、ここまでやってください。いいですね。で、最後、いきますよ。最後は、ね、この解説読んで、例えば誤りの足であれば、ね、この協議で足りるんだな、同意はいらないんだな。誤りのね、箇所をえぐり出した。抽出した。そしたら最後はテキストに書いてください。いいですね。で、必ずこのね、198番であれば、合格基礎テキストの23ページを開けて、ね、必ず該当箇所。もう大抵ね、こんな特に星3つであれば、もうすでにこのね、速習講座の中で私が皆さんにマークしていただいてますけど、中にはね、マークしてない場合も当然ありますよ。ね、全部の知識、この講座内で取り上げることできませんから。ね。ですから、その場合については、ご自分で最後、ね、テキストの該当箇所を開けて、書き込むとか、ね、印をつけるとか、そういう形の作業をやってください。そこまでやって、初めて、一個のこの問題ね、一個の足、ね、足別に乗ってる一個の足の勉強が終わったというふうに心得てください。そこまでやるんですよ。いいですね。問題読んで、解説読んで、はい、悪いじゃなくて、特に誤りであれば、誤ってる具体的な箇所をえぐり出す、抽出して、で、最後はテキストに立ち返って、ね、印がついてるかどうか。ついてればそこを読み返せばいい。ついてなければ今言ったように自分で書き込むとかして。やっぱり全部テキストに書き込んでいってください。そうすると、本試験直前は合格基礎テキストだけ見れば、もう全部ね、大事なポイントはもう印つけてあったり、あるいは書き込んであったりするから。それだけ読めばいいんですよ。だから皆さんの中でお仕事をお持ちの方もかなりいらっしゃると思いますけど、ね、こうやって全部合格基礎テキスト中に知識を集約していけば、ね、仕事の行き帰り、ね、の電車とかバスの中でも合格基礎テキストを開けて、パラパラパラと知識の確認はできますよね。できる。必ずしも机に向かわなくても勉強はできる。ね、非常に合理的な勉強ができますんで、ね、最終的には合格基礎テキストに知識を集約する。ね、やっぱりこれね、やっぱり試験勉強の鉄則なんですよ。情報は一つのツールに集約するっていうのがやっぱりね、試験勉強のセオリーですからね、ぜひそういう形でやってみてください。よいですね。ね、以上ですね。一応やり方もお話しましたんで、またあとね、気がついたらね、適宜この速習講座の中でね、またいろいろお話ししてきますんでね、ぜひ、さっきも言いましたけど、聞き漏らしないようにね、ね、集中して、私これからとどんどんね、早口になってきますけどね、皆さん適宜プチッと止めてね、あれなんか聞き漏らしたなときはね、必ず巻き戻して聞いてください。よですね。じゃあ入っていきますよ。で、まずね、ちょっと合格基礎テキスト戻りますね。こちら、よいしょ、ですね。合格基礎テキスト、もう徹底的にこれ使ってくださいね。で、ちょっとね、この表紙めくってください。で、端書き、こんならいいです、別に。でね、私この端書きの下にちょっとね、最近のこの担当方式のデータをご覧のね、表にして載っけましたんでね、もう皆さんの中でもすでにね、国交省のホームページご覧になってね、あ、もうこんな数字も事前に知ってるよって方も少なくないかもしれませんけど、ちょっとね、軽く一回見ておきますよ。で、まず一番、これ令和2年ね、3年、4年、そして今年っていうかね、一番最新ですね、ほやほやね、令和5年、2023年ですね。で、上が行政法規の平均点で、下が鑑定論の
平均点、ね、で合格点、そして一番下が合格率ですね。でまず一番上、行政法規見てください。 52.3、54.3、61.8、ね、ずっと2年、3年、4年とこうやってね、こうでね、だんだん優しくなってたんですね、行政法規、ね、令和4年 61.8 まで来ました。ところが令和5年最新ドスンと落ちました。令和3年ですね。令和3年、2年前に戻っちゃった。ね。このね、難しかったです。確かに。今年、令和、ね、今年というか令和5年ね。2023年はちょっと難しかった。で、理論を見てください。鑑定論。65.6、69.6、で、72.1。やっぱり理論もずっとこうね、優しくなってきてて、やっぱり令和5年はドスンと。難しかった。特に見てください。ね。令和2年よりももっと。難しくなっちゃった。で、今度合格点です。132.5、140。ね、これ、あと、これ、端数はいいですよ、皆さんね。これ、なんでこんな、ね、何点5になるのか。これ、1問が2、ね、2.5 点ですから。ですよね。で、140。ね、150。すごいでしょ、これ。令和4年。とにかく、行政法規も理論も優しくて、合格点が150までいっちゃった。ね。でも、やっぱり今年というか、令和5年ね、132.5 点。ところ、これでいくと、令和2年ですね。ね、3年前に戻っちゃった。そんな感じでした。で、合格率は大体ほぼほぼ一定してるんですね。33.1。で、次の令和3年と令和4年、これね、くしくも全く同じだったんですね。で、令和5年、最新。やっぱりね、下がっちゃいましたね。2年前に。ね。こんな33、あ、ごめんなさい。3年前ですね。失礼しました。ね。3年前ですね。33.1 とほとんど同じぐらいの、ね、下がってしまった。そういうことですね。ですね。で、一応ですね、これ、まずは、この令和4年、これがとにかくね、もう過去にないくらい優しかった。150までいっちゃった。ちょっとこれ前例がないんですね。前例がなくて。ね。ここまでいっちゃった。ね。一応国交省は担当については概ね7割を合格点とするというふうにね、これホームページでもね、言ってますけども、ね。あの受験案内でも言ってますけども、ね。これを超えて150までいっちゃった。でも今後ね、これを超えることはまずないでしょうね。これないと思う。ね。そんなにね、優しくはしないと思いますんで。ね。ですから、一応令和5年。でこれが今後の、まあ、大きな一つの目安になろうかなと思いますね。なろうかなと思います。そうすると、行政法規ですけどね、一応最低6割ですね。60点。これやっぱり取りたい。ただ、ね、私今言いましたけど、必ずしも令和4年、ね、この2年前に戻らないとも限らないから、ね、優しくなる。さすがに150超えるまでいかないと思うんですよ。140点台というのはね、十分あり得ると思います。さすがに150超えちゃうとちょっとね、いろいろなね、ことがあるからね、ちょっと問題あるかなと思いますんで、ね。だけど、一応ね、令和5年を基準にして見てみると、行政法規につきましては6割。で、できれば7割。ね。じゃあどっちだよ。7割です。はっきり言います。ですね。私はこの講座の中でも、またもう一つの担当合格コースの方でもね、とにかく行政法規7割。ね。7割。これを目標にやりましょうということを申し上げてます。ね。やっぱりある程度高めに。目標を設定して、その代わり勉強は着実に、ね、やっていけばいいんですよ。やっていけばいいですね。とにかく行政法規で7割、あと理論についてはまあ8割、そうすると合わせて150ってことだから、ね、仮に令和4年、ね、2年前に戻ったとしても、ね、十分合格はできるってこと、ね、当然私皆さんに絶対ね、確実に受かっていただかないと、ね、いけない、ね、そういうやっぱ使命を帯びてますんで、ね、ですからそう考えると、ね、できれば本当6割っていうふうにね、あの耳障りのいい数値を上げたかったけど、やっぱりね、これ2年前ですね、2年前ね、令和4年に戻らないっていう保証が全くないわけじゃないんでね、この可能性がないわけじゃないんで、それ考えるとやっぱり7割ですね。7割で実際ね、行政法規7割目指してやっておけば、実際本番で優しければね、当然8割9割取れますからですね。で難しくても6割で踏みとどまれる、そういうことですね。だからちゃんとした戦略なんですよ、これは。ただ単に私がね、皆さんに厳しく物を言ってるだけじゃないってことですね。ですから行政法規はぜひ7割ね、これをこの速修講座の中でも言い続けていきますんで、で7割やるっていうのはね、どういうことかというと、当然各法律の重要知識はしっかり抑えるんですよね。逆に細かいところはカットするって意味なんですよね。だって7割ってのは満点を目指すってことじゃないでしょね。そういうことだから、当然基本的なところはしっかりやる。で、逆に、細かいところは思い切ってカットする。ね。だから7割なんですよ。7割。細かいところは手を広げない。いたずらにね、手を広げない。これが大事なんですよ。大事なの。
要はですね、行政法規ね、皆さんね、まだイメージ持てないと思うけど、とにかくね、これから皆さんに覚えていただく知識、膨大です。はっきり言いますけど、膨大ですよ。ね、だって、しょうがないですよ。行政法規ってね、もう必ず毎年何かしらの法律改正があって、分量増えるんですよ。増える。もちろんね、その改正によってはね、その従来の規定がね、削除されたりとか、あるいは従来の規定にね、追加する形でね、改正される場合もあるんだけど、多くはね、やっぱり新しい規定が新設されるんですよ。当然改正があればね、分量増える。ね。分量増えて、従来の規定がどんどんなくなっていくんだったらいいですよ。トントンになるけど。そうじゃない。行政法規、とにかく毎年改正があって、新設される条文もいっぱいある。だから、毎年行政法規ってどん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 膨れ上がっていくんですよ。これもある意味宿命なんですよ。法律が、法律の。ね。だから、ね、もう最初からちょっとね、厳しいこと言いますけど、これから皆さんに覚えていただく知識、本当に膨大なんで。ですね。だから、全部をね、まんべんなくやるってのはまず無理です。で、ましてこの速成講座を利用する皆さん、もう時間がない方でしょ。もう知ってます、私。全部承知してますよ。ね。ね、年末から始めた。あるいは年明けからね、この鑑定士の勉強を始めたって方がほとんどですから。逆に言うと、その方向けに、このね、速習っていうのね、別途設けてるわけなんで。ね。ですから皆さん時間ないの私、重々知ってますんで。ですから本当にね、メリハリつけます。取るとか取る。切り捨てるところはもう容赦なく切り捨てる。そういう形でメリハリをつけてやってきますから。ぜひ皆さんも行政法規勉強するときはね、あ、ここは取んなきゃな。いや、ここは細かいからね、本試験の時の現場志向でいいなとか、ね、そうやってメリハリをつけてやっていってください。これができる人が、やっぱりね、早く、しかも高得点取って受かっていってますから。よしですね。これね、以上こんな子です。で、あとね、これ速修講座終わって、ね、終わったら、さっきも申しましたけど、当然ね、すぐ足別に着手してください。で、特にこの足別につきましては、回す回数ですね。回す回数。これは特に決まりはないです。で、ただ、皆さんの場合ね、今申し上げたとおり、やっぱりね、時間がない方がほとんどだと思うんで、ね、最低1回でもいいです。最低1回、じっくり。回すだけでも受かってる方もかなりいらっしゃいますから。ただ、できれば2回、あるいは3回ぐらいまで回せると、ほぼほぼね、完璧かなと思いますけど。ね、ただ、回す回数自体に決まりはありませんから、あんまり回数にこだわらなくていい。それよりも、中身。中身。ですね。上滑りの勉強はちゃダメですよ。ただ回数、こなしたって中身しっかり押さえてない受験生っていっぱいいますから。いいですね。それじゃダメなんですよ。回数は1回でもその代わりしっかりと押さえていく。こういうね、地に足のついた勉強をやってください。ね。だからあんまり気にしなくていいです。で、あと加えて今後ですね、アウトプットで担当実践討論とか、あと公開模試も入ってきます。そこでぜひ力試しやってください。で、特に速修の方であればね、最初の担当実践の頃ってまだね、足別回しきれてない方も少なくないと思うんで、そんなに点数は気にしなくてもいいです。ただ、最後の公開もしてちょっとね、なんとかこう力をね、発揮できるようにしてね、いただけばよろしいかなと。で、あと加えてね、これ申し上げておきますと、特に行政法規ってね、鑑定理論と違ってね、やっぱり最終的に覚えるだけなんですよ。覚えるだけ。だから、直前になればなるほど、点数は行政法規の場合伸びてきますから。追い込みが効くんですよ。覚えるだけだから。ね、その代わりもちろん、皆さんの方におかれました、日々ね、日々、着実にちゃんとね、足別を回す、ね、足別を潰す、ね、これをやっていく必要ありますよ。その代わり、そういうね、地道なね、足別をベースにした勉強をやっていってる人は、必ず本試験直前に点数がぐっと伸びて受かっていくから。ね、だから、担当実践まではね、そんなに点数気にしなくていいですから、その代わり受けてください。やっぱりね、アウトプットのトレーニングって大事なんですよ。制限時間内で問題文読んで、ね、答えを出す。ね。やっぱこれはね、必要です。必要。ね。だから、点数はあまり気にしなくていいから、担当実践、ね、しっかりやって。で、最後の公開もして、ぜひ、ちょっとこう、力試しって形でやってみて。で、もちろんそこの時点でも、まだね、足りない点っていっぱい出てくると思うから、それを残りの本試験までの間、5月のおそらく第2日曜日になると思うんでね、その本試験までの間に穴埋めすればいいんですよ。穴埋めはすればいい。そしたらもう完璧な準備が出来上がりますから。よしですね。ね。流れも一応こんな形でね、やっていてください。今申し上げましたんで。ね。またまたね、いろいろ思いついたらまたね、この講座の中でも、逐一ね、いろいろね、有益なね、情報とか皆さんにお話してきますんで、ぜひ、その意味でも、ちょっとくどいですけど、聞き漏らしのないよう、ね、お願いいたします。じゃあちょっと進めていきますよ。こちら。ね。いいですね、このデータね。まあ、見てもらうと。ね。ちょっとね、前年、ね、令和4年よりも難しくなっちゃったけど、ね。でもまあこれがある意味本来なんですね。行政法規にしても。まあちょっと理論はちょっと難しすぎですけどね。行政法規についてはほぼほぼこれがね、大体従来通りだったんで。でも一応ね、令和6年、ね、
これ皆さんが受験なさる2024年は行政法規は7割、ね、あとまあ理論についてはね、また川原講師の方からいろいろ聞いてほしいけど、一応まあ8割取れればね、7割8割でやっぱりね、令和4年の時みたいな一番ね150っていうね、あの高い合格点になったとしても対応できますんでね。であとね、ちょっとめくってってください。あと目次ですね、ちょっとめくってってほしいんですけども、よいしょ、こちらね、目次の6ページですね、こちら見てください。こちらで25番からね、26、27、28、そしてよいしょ、1番入るかな、ありますね、29、ここまでね5つ税法が続きます。所得税法から地方税法ね、毎年5つ税法からね、これ1問出ますんで、でぜひね、これまたね、その時にいろいろお話しいたしますけど、ぜひあの食わず嫌いなね、あのならないでくださいね、食わず嫌いダメですよ、食わず嫌い。税法って聞いてね、なんか虫図が走るって方も少なくないと思うんですよね、特に税金ですからこれね。だけど試験っていうね、マノコで見ると、特にねこの25番所得税法、あと26番法人税法、これはね20丸です。絶対取らなきゃダメなんですよ、絶対取らなきゃダメ。実際本試験の正解率も高いんですよ、高いの。所得税法、法人税法、いいですね。であと租税特別措置法ですね、とあと相続税法、これもね優しい時は優しいね、ただ難しい問題が出る時もあるんですよ、たまに。租税特別措置法ね、所得法と相続税法ね、でも一応これね、基本的なところはしっかりやる必要がある、取れるんですよ、簡単な問題結構出るから、その時は確実に得点しなきゃいけない。で最後の地方税法、これはね優しい時もたまにあるけど、基本的には正解率が 50% を切っちゃう、 50% を下回っちゃうね、そういう難しい問題が出ることが実は多いんですよ、多いのね。だから一応三角にしました、地方税法。したがってここはね、あの基本的な知識に絞ってご説明します。あの繰り返しね、あの本番で聞かれてる数少ないそういうね、あの知識ですね、知識ね、やっぱあるんですよ、繰り返し聞かれてるね、それに絞ってお話しますんでね、結構ね初見の知識問題も平気で出ます。地方税法、こんなの過去問で見たことないぞってやつね、そんなのみんな解けませんから気にしなくていいってことよしですね。だから一応税法をね軽くね、こんな形で細かく、結構私ここで細かくね、こんな形でね分類しましたけど、ちょっと軽く頭入れといてください。またそれぞれの歌詞でねいろいろお話をしますんでよしですね。で今私ね、細かいのはね気にしなくていいですよって言いましたけど、これもねまた担当実践通るの時にお話しいたしますけども、あの正解率がやっぱりね大事なね、やっぱりメルクマールになるんですよ。やっぱり正解率が高い、特に 70% 以上ね、だから7割の人が取ってる問題を平気でポロポロ落としちゃうと、やっぱり合格は難しい。逆に正解率が 50% 未満ですね、 50% 未満、要するに2人に1人も取れない問題っていうのは、落としても本番で落としても致命傷になりません、ならない、いいですね。これもちょっと知っといてください、いいですね。だからとにかく正解率がね 50% 以上で、特に 70% 以上の問題は確実に得点する必要があるってこと、それがまさに今ね税法でお話ししました所得税法であり、また法人税法なんですよ。とにかく高いの、毎年正解率高いんですよ、いいですね。だからこういうねこの担当の勉強、今はとにかくこれからね知識を詰め込む、これに専念してほしいけど、担当実践討論が始まって、今度アウトプットね、アウトプット をやらなきゃいけないね、問題を解くね、この時はやっぱり正解率っていうのが大きなねメルク回りになってきますから、またその時お話しいたします、よろしいですね。あとちょっと続きますよ、あとちょっとまたページめくってってください。で今度こちらね、めくっていきますと、今度出題法令 A 群編っていうのが出てきましたね。でさらには今度向かって右側ですね、出題法令 B 群編っていうのが上がってますね。でこれ一番上が年度ですね、平成25年から始まって令和4年ね。でここ令和5年載ってませんけど、こちら気にしなくていいです。ここはねこれ出題されたのが丸なんですけど、これ A 群って毎年出る法律ですですね。だから当然ここに上がってる都市計画法とかね、ここに上がってるずらずらーっと名前が連なってる法律は全部令和5年も出てますんでですね。これ丸は出題されたってこと。でそれに対して右のページの B 群編、これはもう虫食いになってますね。これ丸が出た。で空欄は出てないんですよ。でちなみに一応ねこちらはね B 群なんで、私の方でこのね
これ最新の令和5年ですね、こちらについてはご覧のような形でお載せしました。令和5年はね、都市緑地法、これ出てますね。あとこれ住宅の品質化、この促進等に関する法律とかね、この辺出てますんで。であとこの宅地造成及び特定盛土登記制法、これさっきお話しましたね。これ以前はね、宅地造成登記制法って言って、今回ね大改正されて、従いまして令和5年は出ませんでした。これね、一応 B 群なんだけど、このね、このまあ盛土規制法って言っちゃいますけど、この盛土規制法はね、従来ずっと出てたんですよ。解禁症だったんですよ。でも令和5年はね、改正の関係で出ませんでした。ね。あと、こんな形です。ちょっとメモする方はメモしておいてください。国有財産法、森林法、あと道路法、あと自然公園法、ね。あと相続税法からしても全部一応出ましたんで。ですね。こんな形です。ね、で、ちょっともう一回左戻りますよ。で、こちら A 群編。全部ね。こちら、毎年出るやつですね。毎年出る法律です。これ A 群って呼んでます。一応ね、レックの方でこれ命名したんですね。で、この左側の数字ですね、皆さんね、気になったと思うんですけど、これは出題問題数です。出題問題数。令和5年に出た問題数です。都市計画法から5問出ました。もうちょっと大きくしましょうかね、これね。よいしょ。ですね。令和5年は都市計画法5問。建築基準法も5問。すると、皆さんご存知の通り、ね、この一次の担当式試験というのはね、鑑定理論も、そしてこの行政法規も40問出るんで、ね、40問中の10問、すなわち4分の1がこの都市計画法と建築基準法から出てるってこと。だから当然ね、勉強の重要度においてもね、このまず A 群、ね、これは当然大事です。毎年出ますから、B 群と違って。ね、その上で、さらにこの時計と検機ね、略して時計と検機って言い方しますけど、ね、この2つから10問。ね、4分の1が出てるから当然この2つがやっぱ柱になります。でまたこの後ねすぐ都市計画法入っていきますけども、ここでね出てきた言葉、市街化区域とかね、市街化調整区域とか、その言葉がまた他の法律でも顔を出しますから、その意味でもこの都市計画法ってのはね、この行政法規にあってはまさに基本中の基本の法律っていうふうに言えますんでですね。ですからじっくりやってきますんでね。あと下がね、土地画整理法にも、都市再開発も2問。で、ちょっと飛んで、不動産の鑑定評価に関する法律、これも2問です。いいですね。あと他ね、ずっと1問です。ずっと。で、下、これね、2つバッテンつけました。土地収用法と不動産登記法。この2つはね、基本的に手つけなくていいです。手つけなくていい。理由は費用対効果です。範囲が広い。で、加えて出る問題も細かい。難しい。ね。そういうこと。で、もちろん皆さんの中でね、すでに、特にこの不登法ですね、不動産登記法については他の国家試験で勉強したとかっていう方も少なくないと思うんですけど、もちろんそのね、他の国家試験等でね、これ学んで、すでにね、これ持ってる知識、ね、これは大事にしてください。ただ、ここで改めて、行政法規の不動産登記法の知識は仕入れなくていいですよっていうのがこの趣旨です。ですね。もちろん忘れる必要もないですよ。せっかくね、宅建等で勉強されたんであれば、その知識は大事に取っておいてください。ただ、当然、行政法規特有の、やっぱり不動産登記法の、やっぱ聞いてくる知識っていうのがあるんですよ。当然、宅建よりも広いです。まず、もっと細かいです。もっと言うと、細かい。で、それは、新しく勉強する必要まではないですよ。そういうこと。ですね。これは。理由は費用対効果です。ね。やっぱりね、これ、当然、一問出るんですね。A 群なんで。ただ、これに時間かけるくらいだったら、ね、これ大変なんですよ。細かい知識、平気で聞いてくるから。行政法規の不登法。ね。こういう時計とか検機の方をやってほしいです、私は。あるいは他の A 群の法律やってほしい。そういうこと。これが費用対効果ってこと。土地収用法もそうです。たまにね、これもうすでに予備知識持ってる方、ね、受講生さんでね、いらっしゃる時もあるんだけど、でもこれ、事前に知ってる方やっぱね、やっぱ限りなく少ないですね。これもやっぱりね、範囲が広い。加えてちょっと構造が難しい。ね。で、出るのが一問。だから、ね、バッテンってことで。従いまして、この速習講座でも基本的にこれ飛ばします。やりません。速習講座でも。ですね。皆さんの方におかれましてはね、さっき言いましたけど、もちろんそれぞれ予備知識ある方はね、その予備知識ね、は一応大事にしておいてください。ただ、別途、改めて行政法規で、ね、土地収用法とか不動産登記法の勉強をする必要まではないですよってこと。その既存の知識使って、本試験会場ではその既存の知識で問題解いてみてください。よろしいですね。それで十分です。で、あと、今度右のね、B 群ですけども、こちらね。これ本当面白いですよね。年によって出たり出なかったりっていうことなんですけども、
これね。で、ちょこっとね、これね、解説加えておきますとね、まず一番目の都市緑地法と景観法。これね、こういう関係なんですね。これ。ね。これ、都市によってね、これ、変わるんですよ。要するに、一方が、例えば景観法が出ると、他方の都市緑地法がお休み。で、他方の都市緑地法が出ると、一方の景観法がお休み。そういう関係なんですよ。面白いでしょ？ね。都市緑地法と景観法はそういう関係です。だからずっとこういう感じでしょ？ただ、国交省がね、令和2年と3年、ちょっとまあ、私からするとちょっと火遊びですね。火遊び。両方同時に出してきた。ね。でも、現在、また元に戻っちゃいました。ね。一方だけ、他方は出ないよってこと。で、あとちょっと下降りてって、で、あとね、これ、宅建業法ね、ちょっとね、宅建やった方はね、なんだこれって、ね。これ一応 B 群で、1問だけです。1問だけ。ね。でもこれね、20問ね、宅建やった方ね、20問分勉強されてるんで、この行政法規の宅建業法を簡単に得点できます。だから宅建やってる方はもうね、1問、2.5 点、もうすでにね、ゲットしたと思ってください。簡単に解けます。ね。で、またちょっと下降りてって、ね、今度これだ。道路法とね、河川法と、これもそうなんですよ。これも一方が出ると、他方がお休みって感じです。これもはっきりでしょ？こんな感じ。ね。で、あとそのすぐ下もそうです。自然公園法と自然環境保全法。これもそうなんですよ。一方が出ると他方がお休み。そういう感じです。よろしいですね。一応ね、下にね、その説明文載っけてありますんで、また後で一応ね、お読みになってみてください。で、こちらね、最後いきますよ。下4つ、下4つ。これもバッテンです。一括りにして、バッテンしました。これね、いわゆる不動産証券化関連法令って言います。ね。これはね、鑑定士になって、ね。この証券化の方のお仕事ね、しようっていう方にとっては絶対必須の知識です。必須の知識。ね。だけど、今はまず、とにかく担当に受かるのが先決ですから。ね。そうすると、やっぱり、ね、費用対効果ですね。特にやっぱ専門性高いです。専門性高い。この4つね。不動産証券化関連法令。従いまして、これも×にしてます。一応これ一括りにして。で、さっきの左の、土地収用法と不動産登記法。さらには今ご覧いただいている不動産証券化関連法令。これ3つね。これね。これ一括りなんで3つ。ね。私これ、浦三兄弟って呼んでます。浦三兄弟。ね。土地収用法、不動産登記法、そして不動産証券化関連法令。ね。これ、浦三兄弟って私勝手にね、名前付けて呼んでますけど、これはやんなくていいです。従いまして、やっぱりこちら、ね。この不動産証券化関連法令につきましても、この速習構図では基本的に飛ばしますんで。で、もちろんこれもね、さっき左の、ね。この土地収用法、不動産登記法で申し上げた通りですね。もうすでに皆さんの中でね、予備知識持っている方も結構いらっしゃると思います。実際私もね、講義、レックの水戸橋本校でね、生講義とかやってる時結構ね、先生私これ知ってますよとかいう方結構いらっしゃいますんで、もちろんそういう方はね、既存の知識、ね、これ大事にして、で、本試験でもその知識で解いてみてください。ただ、私がね、さっきから申し上げてるのは、別途、この行政法規特有のね、知識を新たに仕入れる必要まではないですよ。そういうことですね。やっぱり不動産証券化関連法令においても同じです。ね。ここをやるくらいだったら他の B 群、もっと言うと A 群、もっと言うと時計か研究。私は時間をかけてほしいですね。私の中では。そういうこと。よしですね。一応こんなところです。こうやって見ていただくとね、だから本当に一応対象となるのがね、37法律がありますけど、全部がベターっと出るわけじゃないってこと。ね。したがってさっきも言いましたけど、ね、B 群よりは当然 A 群の方が大事。毎年出ますから。さらには A 群の中でも時計と研究がさらに大事と。そういうことですね。で、ちょっとここで一息入れます。はい。それでは第2ユニットに参りましょう。ではちょっとページめくってください。今度裏のページですね。よいしょ。いきますよ。こちら。ね、参考資料の1。こちらをご覧ください。で、行政法規で頻繁に出てくる言葉のイメージです。これをね、ちょっとここで一回確認しておきますよ。イメージ、これが大事なんですよ。大事。ね、どういうことかというと、ね、この後行政法規でね、各法律ごとにいろんなね、言葉が出てくる。でも、それぞれの言葉ね、当然条文で規定してる場合もね、少なくないんだけど、そのね、正確な言葉を覚える必要はないってこと。ない。そこまで要求してないんですよ。試験が、行政法規が。ね。イメージです。イメージで足りるってこと。ね。だからこの後ね、やってきますけど、例えばね、市街化区域、ね、都市計画法であれば市街化区域って言葉が出てきますけど、ね、皆さんの中で宅建とかおやりになった方は分かると思う。
ね、これ難しいね定義とかね、一応条文でね規定してるんですよ。一応テキストに載っけてありますけどもね、それももちろん大事ではあるけどもね、市街化区域って聞いたらビルをどんどん建てる場所ね、このイメージがもっと大事なんですよ。大事、いろんなねこの市街化区域関係のいろんなね知識を抑えていく上でこのイメージが大事、そういうことね、もちろん定義も大事だけど、それ以上にねそれぞれの言葉のイメージが大事で、最終的にはこのイメージとイメージをつなぎ合わせて理解するところも少なくないんですよ。この後ご説明していきますからいいですね。ですからね、一個一個の言葉の正確な定義、もちろんこれも大事である、大事なんだけどね、それ自体否定はしないけど、それよりも試験対策上はねそれぞれの言葉のイメージ、これが大事だからね、ぜひイメージを大事にしてください。私もイメージはもうね、もうどんどん喋りますからね、私本当にイメージを多用しますね、そういう形で行政法規講義してきますからいいですね。でまずもう一回ちょっと戻りますよ。よいしょ、こちらねイメージで、まず ① これもよく出てきますね、広告って言葉ね、広告ね、これどんな意味かというと、官報、これ皆さんご存知ですね、政府の出す新聞ですよね、これね。で新聞、これ一般紙です。あと広報、これ地方公共団体が官報に準じて発行するもの、これをね広報って言い方するんですね。であとインターネット、これですよね、今各地方公共団体ですね、大体どこもねあのホームページ持ってますからね。でここへ絵の掲載、まさにこういうのが広告ですね、広告ね。であとまあ一番古典的なのはこれですね、市町村役場絵のねの掲示板への掲示、これもやっぱり広告ですね。ですから本当にね、特にこの官報に載せるとか、あと市町村役場の掲示板に掲示するとか、こういうのが一番まあ古典的な広告ですけど、最近ではねやっぱこれインターネットですね、インターネット、各地方公共団体のねホームページに掲載する、でこれがまさに広告ですね。で次、今度丸二の縦覧ね、ここはね縦覧と閲覧ね、この言葉は一応ねイメージのっけてるんですけど、縦覧の方はね観光庁お役所ねなどが広く情報をね地域住民に見せる、こういうのねまあ縦覧って言い方してますね。ね役所から住民ね、役所から住民で、それに対して閲覧は逆なんですよ。逆で、利害関係者、ね、住民から観光庁、役所などに請求をして情報を見せてもらうと。こんな場合。これがまあね、それぞれ一般的な意味における縦覧であり、また閲覧なんですね。役所から住民。で、住民から役所。ね。そういう関係ですね。で、それとは別にね、次の米印見てください。これはね、地方税法です。ね、さっきもご紹介しましたけど、税法5つあって、そのうちの1つに地方税法っていうのがあるんですね。これ。で、ここではね、同じ言葉なんだけど、ね、意味がちょっと違います。ね、これまた後でご覧になっておかれればいいです。ですね。で、言葉が同じでも、意味内容が違う場合がある。こういうのを法律概念の相対性って言い方するんですね。法律概念の相対性。こんなの覚えなくていいですよ。私が今言ったのは。ね。これ、学者がよく法律概念相対性ってことで。でこの後やっぱり行政法規でもね、名前は同じ、言葉は同じ、でも意味が他の法律の同じ言葉とね違ってる場合が結構あるんですよ。そういうの出てくる、そういうのをね法律概念の相対性って言い方よく学者がするんですね。ですね、だからちょっと軽くね知っといてくださいね。名前は同じでも言葉は同じでも意味内容が法律によって異なるとね、そういう場合があるよ。そういうのを法律概念の相対性って言い方で学者がねよく説明するんですね。で次、今度丸3です。でこっちはねぜひしっかり覚えてください。こちらね、許可、認可、承認、届け出ね、ちょっと一番下米印見ていただきたいんですけど、これね一応4つね、これ縦に並べたんですけど、カッコ1許可、これが一番規制が厳しいんですよ。厳しいので、カッコ2カッコ3ね、認可と承認、これがまあいわば中間レベルで、カッコ4のねこの届け出、これが一番規制が緩い、そんなイメージでね、とにかくこれ4つの言葉ですね、これも頻繁にねこの後各法律で顔出しますからね、これ覚えちゃってください。でたった今覚えてほしいのがこれですね、許可ですね。これだけが原則禁止なんですよ。これもうたった今覚えてください。そういうレベルです。いいですね、明日覚えようとか1週間後覚えようじゃなくて、これもうたった今覚えてほしい。それぐらいこれね大事ですね。許可ね、よく許可制って言い方しますね。これは原則禁止しているのを例外的に解く、これを法律上許可って言うんですよ。例えば飲食店営業の許可とかね、
これ許可なくしに勝手に無許可で飲食店営業できな、できないでしょ。そういうこと。ね。だからこれ原則飲食店勝手に営業しちゃダメだよ。これを例外的にやっていいよっていうふうにね、この規制を解く。ね。だから許可って言います。許可。まさにこれ名前の通りですね。名前の通りで。ね。あとあの車の免許もそうですね。車の免許も、やっぱりあれは法律上は許可なんですよ。法律上は許可で。ね。だって免許持ってない人車運転しダメでしょ。あれを例外的に運転していいよ。ね。その原則禁止を例外的に解いてくれるから、やっぱりあれは許可。ね。免許は許可。ね。そういうこと。ですね。こんなイメージで。ぜひね、これ一番規制が厳しい許可は、原則禁止です。これを例外的に解く。ね。これを法律上許可って言うんだな。ね。このイメージはしっかりと頭入れといてください。で、あと、次の認可と承認。ね。この違いとかは絶対ね、行政法規では聞いてきませんから。ね。この意味がどう違うのかな、そんな問題出ませんから。で、さっきね、ご覧いただいたように、一応この2つですね、カッコ2とカッコ3は、規制のレベルからすると中間レベルってイメージだけ持ってきていいです。ただ、細かく言うと一応私ここに載っけたんですけど、このね、一応これ、行政、ね、いわゆる役所ですよ。ね。もっと言うと、お上ですよ。によるお墨付きなんですよ。お墨付き。共に。ただ、お墨付きの対象がちょっと違うってこと。ね。そういう違いがありますけど。ね。ただ、ここまで別にね、抑えなくてもいいです。とにかく、ね、規制のレベルとしては認可も承認も大体同じぐらい。ね。なんかですね。で、これ行政。ね。この、お役所によるお墨付きってイメージで見とけばいいです。行政による同意。こっちもそう。行政による単なる同意ってことで。ただ、認可の方はね、これ法律行為。ね。対象が法律行為なんですよ。で、これを完成させる補完行為ってことで、ね、これ学者はこういうね、難しい言葉で説明しますけど。ただこれ法律行為については、これ民法をやらないとちょっとピンとこないと思うんで。ね。で、一個だけちょっと例のっけました。わかりやすい例で。これ農地法です。またね、詳しくは農地法で勉強いたしますけど、農地法3条1項のね、これ農業委員会というところのこれ許可。ね、これ規定されてるんだけど、もしこの許可がなければ、農地の売買。これ法律行為です。法律行為。ね。これが無効になっちゃうよってことなんですね。まあ、これで、ね、また後ほどね、やってからちょっと見ていただければよろしいかなと。ね。あんまり踏み込まなくていいですよ。ね。法律行為って、まだね、これ民法やらないとピンとこないんで。まさにこういう売買契約ですね。こういう売買とかの契約。こういうの法律行為っていうんですね。これを保管させる。ね。お墨付きです。行政、役所によるお墨付きで保管、ね、完成させるんですね。で、それに対して承認の方はただ単なる、ね。行政による同意。こんなイメージで見とけばいいです。で、最後、カッコ4、届け出。これはもうね、もう監督官庁への通知ってことでね、一応丸括弧にも書きましたけど、書類の提出だけで一方的に整理しますんで、一番緩いですね。とにかく書類だけ出せばいいよ。そんなイメージです。婚姻届とかそんなのイメージしてみてください。書類出すだけって感じで。ね。こんな形です。とにかくね、この許可。これが一番規制が厳しくて、これだけが原則禁止を例外的に解くんだよ。ね。これはしっかりと覚えておいてください。で、次、今度は丸4ですね。これもね、ちょっと頑張ってね、最終的に覚えちゃってください。これはね、たった今とは言いませんけど、ね。勧告と命令、この違いです。で、勧告は法的強制力ありません。従って違反しても罰則ない。ね。その意味では強い要望。ね。こうしなさいよ。ね。そういうね、強い要望というイメージで見といてください。これは勧告。法的強制力ないよ。罰則ないよ。これは覚えちゃってくださいね。これ覚えちゃってくださいね。この知識を使う場面がこの後ね、いろんなところで出てきますから。ですね。で、その反対が命令。ね。これは法的強制力があるんですよ。従って違反すると罰則があります、これ。罰則の適用がある。だから全然違うでしょ。ね。この勧告と命令の違い。これはもう、ぜひね、おいおい覚えていってください。これいろんなところでこの知識使いますから。ですね。で、あと一番下。ね。丸五。で、政令指定都市と中核市ですね。これ。これもよくね、よく指定都市って言い方しますよね。これ。これ政令指定都市って言って、一応人口50万以上です。で、例としてね、これ、ね、ネットなんかで調べればすぐ出てくるんですけど、千葉市とか横浜市とか、埼玉市とか。ね。ちなみに、東京にはね、この政令指定都市ないんですね。八王子市ってあるけど、あれはこっちです。これ中核市ですね。20万以上。こっちに入っちゃいますんで。ね。これ千葉とかあと神奈川とか埼玉ですね。これそれぞれありますけど、東京はないですね。まあ別にこんなのいいですよ。こんなのね。別に試験に必要な知識じゃありませんので。で、一応ね、この政令指定都市、人口が多い。ね。従って、都道府県から広範囲な事務委譲を受けるってことで、一応、権限のレベルからすると、都道府県と一応同格って言われてるんですよ。だから、例えば、千葉市長とか、横浜市長はね、千葉県知事とか、あと神奈川県知事と同格ってこと。同格。
そんなイメージですね。そんなイメージです。これ。ね。これを言ってます。で、あと、中核市。これ人口20万以上。で、これもね、ネットで調べるとすぐ出てきますけど、ね。千葉で行くと船橋市。ね。神奈川で行くと横須賀市。あと、埼玉で言うと川口市。で、東京で、さっきも言いましたけど、八王子市ですね。で、これもね、まあ人口ちょっとね、政令指定都市よりは少ないですけど、ただ、事務以上受ける範囲ですね。これ。これね、政令指定都市よりは狭いですけど、やっぱり一定のね、やっぱり権限ですね。特別な権限はやっぱり付与されてますんで、ね。一応そんなイメージで、ね、それぞれこれね、名前は覚えておいてください。この数まで聞いてきませんからね。一応私皆さんのね、ちょっとまあ理解というかね、そのためにちょっとね、これ載っけただけなんで、とにかく名前だけ。この名前はこの後出てきますから。政令指定都市って出てきたときに、あれなんだったっけじゃ困るんで。ね、別にこんな具体例まですぐピッピッと頭に思い浮かべられなくてもいいですからね。一応人口が多かったな。こっちもそう。人口が多かったな。ね、これだけは分かるようにしといてください。一応以上ですね。こんな形で。ね、全部イメージですよ。イメージ。ね、もう正確な定義ね、覚えるよりもこっちの方が大事ですからね。で、今度右のページ見てください。こちらが参考資料の2ですね。で、これはね、また後でね、詳しくご説明しますけども、これね、法律が3つ載ってるってのは皆さん読み取れます？法律が3つ並んでんですよ。まず、土地区画整理法。で、2つ目が都市再開発法。で、3つ目が、ちょっとこれ名前長いんですけど、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律。ね、もうこれ長いんで、円滑化法というふうに略して言ってきます。ですね。ですから、それ3法ですね。3法。これ下の表でこうやってね、整理して、これ対比してるんですけど、これ手続きの流れ。これをね、この図で、これ比較してるんですね。で、これ、3法とも、3つとも、手続き法って言います、これ。手続き法。ね。手続き。これ。またそれぞれの歌詞で詳しくご説明します。手続き法って言います、3つ。だから、これ、手続きの流れ。ね。これを簡潔に、これ、乗っけてるんですよ。上から下です。これ時系列になってて、ね、一応矢印振ってありますけど、上から下に見ててください。上から下に時間が流れていくんですよ。こういうふうに。ですね。で、また詳しくはそれぞれの歌詞でね、お話しますけど、ね。これ、今自分がね、勉強してるのが、例えばね、この一番左側の都市覚醒法で言うとね、今自分が勉強してるのが、どこに位置するのか。これを意識するのが、手続き法の勉強にあってはものすごく大事なんですよ。大事なの。ただ目の前の知識だけ抑えてる、ね、抑えてくっていうんではね、これね、知識がバラバラに入っていっちゃうんですよ。だから今自分がどこやってんのかな。やっぱりこれをね、都市再開発法も円滑化法も同じ。ね。今自分がどこやってんのかな、どこ勉強してんのかな、これを意識するのが大事ですよってこと。ね。で、従ってこれね、手続き法ってことでね、手続きの流れ、これかなり詳しくね、勉強しなくてはいけない。ね。ほんとしなくちゃいけないんですよ。従って、結構3つともボリュームがあります。ボリュームがある。ですね。ちょっと名前軽く頭入れてください。土地区画整理法、都市再開発法。で、あと略してね、このマンションの建て替え等の円滑化に関する法律は円滑化法。ちょっと名前軽く頭入れてくださいね。で、目次に戻ります。もう一回前の方の目次に戻ってください。こちら。一番最初、目次。ですね。で、一番が都市計画法。で、二番が建築基準法。で、こっからです。見てください。今お話しした手続き3兄弟がここに並んでんですよ。土地区画整理法、都市再開発法、そして5番目、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律、3つとも手続き法。で、今言ったように、ボリュームがあります。ボリュームがある。だから、このね、もうこの後すぐ都市計画法入ってきますけど、都市計画法から建築基準法、さらにはこのね、手続き法、3つ。私これ手続き3兄弟って呼んでますけど、土地区画整理法、都市再開発法、そして略して円滑化法。ここまで。この5番まで。1番から5番まで。ここまでで、ほぼほぼ、半分の時間を、この講座内で使います。いいですね。これは、担当合格コースの合格基礎講座でも同じなんですよ。あちらは全部で14回、行政法規ありますけど、やっぱり7回から大体8回ぐらいまで、この円滑化法まで喋ってます。そういうこと。ですから皆さんの方に置かれましてもね、この最初のね、都市計画法から円滑化、5番目の円滑化法まではしっかりとやってください。この5つはね、やっぱりね、ちょこっと撫でたようなね、勉強じゃ本試験問題立ち打ちできないんですよ。できないの。ある程度掘り下げて、しっかりと
この相互もね関連付けて押さえていかないとなかなか本試験問題解けるまでには至りませんからね。だからこの講座内でもね時間かけますんで、ぜひその点はご承知おきください。あれなんでまだこんなとこやってんのかなってね、これから思うかもしれませんけど、そういうことね、都市計画法から円滑化法まで時間かけます。だいたいこの速習講座もねやっぱり半分ぐらい時間かけますから。でもね逆に言うとこのねここまでね、この5番の円滑化法までねじっくりやれば、あとはね6番の都市緑地法以降ですね、都市緑地法以降ねつきましてはねそんなにね難しい法律ないんですよ。またね結構簡単なねもう範囲も狭い法律もいっぱい出てきますから、だから全然心配しなくていい、いいですね。その代わりね、そう冒頭からしつこく申し上げてますけど、聞き逃しだけはしないように、もうとにかく大事なことどん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 この後はしね、またちょっと早口になっていくかもしれませんけど喋っていきますんで、あのテキストにどんどんねあの鉛筆でも構いませんね、どん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 書き込んでいって、あとマークするとかしっかりマークしててください。よりですね、じゃあ入っていきますよ。じゃあ一応ねこんなところね、じゃあ都市計画をちょっとね入っていきましょう。ページめくってください。あとごめんなさい、あとそれからさっきの失礼しました、さっきのこちらねよいしょ、この参考資料の2のこの同じページの下ですね、こちらもねまたその時お話しますけど、ここもやっぱりこの手続き法の3つね、手続き3兄弟について組合施行っていうね、これ要するに3つともこれ組合を作ってねそれぞれの事業をねやっていくっていう場合があるんですよ。これ組合施行っていうんだけど、これを比較してますね、これこんな形でまたそれぞれのねとこでまたやりますからいいですね。じゃあちょっと改めてね、都市緑地法入ってきますよ。あ、ごめんなさい、都市計画法入ってきますよ。こちら見てください、都市計画法当然 A 群です、毎年出る。でさっきも言いましたけど、これ毎年5問も出ますからね、しっかりとねやってきますよ。でまず先にちょっと皆さんねマークしちゃってください。これ速中ですね、これ左側、これ速中って言い方しますけど、速中のコメント欄ここねちょっとねプチッと止めてマークしちゃってくださいね、ですね、ここまでですね。であとここの本文ですね、こちら本文って言います、こちらについては特にマークはしなくていいです。これで、ね、都市計画法の全体像なんですよ。でこの後ねご説明しますけど、3つに分類できます、3つに分類できます。まずよいしょ、1つ目がよいしょ都市計画区域ね、であと2つ目がこれです、で3つ目がここですですね。この後速中のねコメント欄、これを使ってね一応都市計画法ってこの3つに分解できるよね、これをご説明してまいりますんで、でちょっと速中ねもう一回お戻りください。よいしょ、ね、でまずこちらね、都市計画法は計画的な街づくりを目的とする、でこれ覚えちゃってください、計画的な街づくりを目的とする、言い換えると乱開発を規制するってこと、ね、これもしっかり覚えちゃってくださいですね。計画的な街づくり、ね、すなわち乱開発を規制する、ね、これが目的です、目的、ね、この乱開発っていうのは簡単に言うと、ね、あれですよ、病院とか学校とか、ね、公園とかああいうのをむやみやたらと作る、ね、ああいうのを乱開発ってでしょ、病院とか学校とか公園とかね、ああいうのねむやみやたらと作る、道路もそうね、これでこれを規制する、こういうのを乱開発の規制って言います。それがこの計画的な街づくりってことで、これ覚え方なんですけど、この名前これ使ってみてくださいね。まずここね計画、ここ計画でしょ、印つけますよですね、計画的なで都市は街でしょ、街づくりの法律覚えましたね、ね、計画的な都市っていう町ね、づくりの法律、これが目的だよってことで、言い換えると乱開発の規制だよ、むやみやたらとね学校病院とか作らないようにするんだよね。で次で今度、じゃあこの計画的な町づくりのためにはまず最初に何をするか、まず丸1ね、まず第一段階として場所を決める、町づくりの場所を決めますですね、これ当たり前ね、場所が決まんなかったらねその後の手続きはすみませんね、どこでねこれやるの、まちづくりね、場所を決める、でこの場所を都市計画区域って言います、これ覚えちゃってくださいね、この後すぐ裏のページで出てきます、都市計画区域って言いますね、これも一応定義があるんだけどね、定義あるけど、このまちづくりの場所
ね、計画的な街づくりをする場所、これでイメージ、ね、これまず頭に入れちゃってくださいですね。こちらで次、この2番目、ね、計画的な街づくりの場所、すなわち都市計画区域、この場所を決めたら次に第2段階で街づくりのプランを決めます。プラン、これを都市計画って呼んでます。でこれもね、街づくりのプランで覚えておいて、ね、この子覚えやすいでしょ、プラン、ね、どんな街にするの、住宅街なの、ね、商業の街にするの、それとも工場地帯にするの、ね、簡単に言うとこんなイメージです。ですね。でこれについてはいろんな種類があります。ここにもね、いくつか載っけてありますけど、また後で見ていきます。街づくりのプラン、これを都市計画って言います。で次、で今度最後3番目ね、街づくりのプランを決めてもそれに反することをやすやすと認めたんではね、この乱開発を規制する、ね、この意味がなくなっちゃう。そこで街づくりのプラン、これ都市計画ね、に反することをさせないようにする必要があると、ね、でそれが開発行為の制限、これが一つね。もう一つが都市計画事業制限って言います。でこの一つ目の開発行為の制限、これは土地関係です。土地関係、皆さんの中で宅建とかやった方は分かるなと思うけど、この開発行為っていうのは簡単に言うとこれ造成工事なんですよ。造成工事ね、だから土地です。土地で、そのもう一つが都市計画事業制限って言います。これはね、専門書なんかによくね、このものづくりって言葉で載ってるんですよ。ものづくり、土地の上です。土地の上に道路とか建物を建てる、こういうのをものづくりって言うんですよ。これが都市計画事業制限ですですね。だから土地かものづくりか、土地かものづくりか、この2つに実は都市計画法って大きく二分できますんで、この視点は持っておいてください。土地かものづくりかですね。ね、ものづくりってのは土地の上ってイメージで見ておくと頭に入りやすいです。道路とか建物、ね、こういうのを作っていくってことだから、いいですね。でもう一回ちょっと改めて右の本文戻りますよ。そうするとまずね、この左側の都市計画区域、これも皆さんお気づきですね。これ一番最初ですよ。まちづくりの場所を決める都市計画区域ですよって言いました。これが丸一、第一段階でしたですね。で今度第二段階右です。これが次のまちづくりのプラン、都市計画を指してます。いろんな種類があります。これが丸二だよってことですね。で最後3番ね、これも当然ね、最後の丸三です。丸三ね、これ計画的なまちづくりを、まあ担保するね、制度っていうふうに言ってもね、いいですよね。これね、これが最後3番ってこと、いかがでしょうね。これです。でちなみにね、さっきもね、この側中でご説明しました。まず一つ目の開発行為の制限、これ土地ですからね。土地、このイメージね、これしっかりともうどんどんね頭に入れてってくださいね。土地で、それに対して右の都市計画事業制限、これはものづくりでしたね。こちらものづくりだよっていうことで、だから土地かものづくりかね、これこの2つの視点ね、これ大事なポイントになってきますんで、これが都市計画法の全体構造ですね。ちょっとちっちゃくしますとこんな風になりますんでですね。都市計画区域で、丸二が都市計画ね、まちづくりのプランで、このまちづくりのプランに反することをさせないようにするための、いわば担保的な制度、それが土地については開発行為、ものづくりについては都市計画事業制限、そういうことよしですね。これが全体像です。じゃあちょっと裏のページめくってください。どんどん進めていきますよ。でこちら2ページですね。まず先こちらね、またマークしちゃってください。また適宜ね、パソコンなりね、 DVD プレプチッと止めてね、もうバーッと印つけちゃってくださいね。で下いきますよですね。で一番下、先にね本文の方をご覧いただきますんで、あと脚注ですね。これ一番下をこれ脚注って言い方しますけど、ここはいいです。特にマークまではいいです。で側注いきます。もうちょっと大きい方がいいかな。よいしょ、こちらね。であとね、でその下で一番下ですね。でせっかくのちょっとね、右のページも一気にやっちゃいます。でこちら3ページですね。よいしょ、これぐらいが見やすいかなですね。ここまで、あ、ここまで失礼しました。この調査を行う、あと下はいいです。まっさらでいいです。で側柱いきます。側柱がここですね。このプラスアルファはね、結構細かく私乗っけてますけど、ここね全部アンダーラインのとこですね。アンダーライン引いたところなんで印つけといてくださいね。で下いきます。
側柱の下ね、あとコメント、この2箇所ですね。こちら一応以上ですね。マークしていただくのはこんなところです。じゃあこの後ですね、ちょっとね休憩挟んで、その後ねこの2ページからね内容どんどん入ってきますんで、またしっかりね聞き漏らさないようにね講義ね進めていってください。進めていきましょうね。じゃあ10分間お休みください。